皆さんアロハ。アロハ、スポナビハワイの A1 です。デビットです、今日はですね、あのハワイのスポーツ情報をまたアップデートということで、皆さんにいくつかご報告というか、これから先の、情報についてもお伝えしたいと思います。たった今ですね、発表がありまして、我々が期待していました9月27日のホノルルセンチュリーライドがなんと中止になってしまいました。がっかりです。あのハワイバイスクルリーグもあの実施に向けていろいろ動いて、いたんですけども、あのハワイもまあ最近は、少し人数が伸びていることもあって、やはりまだ100名以上の、イベントが許可が今のところ7月今もう下旬ですけど降りてなくて、このまま、まあ、8月もう本当は1日から入ってくる観光客も、来れないということで、多分日本からの方もなかなかもうこのままだと来れないんではないだろうかということもあって、もう苦渋の決断ということで、ね、いや本当残念です。残念だよね。去年は全体で1500人、日本のサイクリストが大体600人ぐらいだね。なのでね、もう皆さんも楽しみにされた方数百人いらっしゃるかと思うんですけども、ちょっとホノルルセンチュリーライドがなくなってしまいました。デイビッドもね、レンタルバイクの準備とか、そうですね、いろいろして、我々も皆さんがハワイに来るのを心待ちにしたんですけども、でもうリピーターの毎年借りに来るね、お客様の顔が毎年来てる常連さんと会えないのはね、もうこれも寂しいことですね。そうだよね、帰ってきてねって言いたいよね、うん、あのセンチュリーライドとかホノルルトラスロンもあのスポナビハワイであのいいロードバイクのレンタルやってますので、またウェブサイトなどでチェックしてみてください。ホノルルセンチュリーライドで数百人のね、ハワイで走りたいというサイクリストが来れないということは、もう多分来年の4月の晴れ岩とか、また9月のセンチュリーライドまで時間があるので、ちょっとね、我々もなんかサイクリストの方々のために何かできないかな、うん、例えばバーチャルとか。バーチャルですかね、今流行りの、はい、今いろいろバーチャルが。そうですね、そうだね。デイビッドが自転車でカメラつけて一周するあのちょっとバーチャル、バーチャルセンチュリーライドどう？なかなかもう何百人というサイクリストがハワイにすぐ来れないから、なんか皆さんにお届けする、うん、まあセンチュリーライドだけじゃなくてオアフの景色がいいところをデイビッドががむしゃらに。いや自転車やっぱ阿部さん。あ、そう僕は他の方法で、他の方法でね、景色がいいところをじゃあ撮って、なんか皆さんにご紹介するってことができそうだ ね、 そうですね。あとはどんなコースを走れるんだよっていう映像も多分上げられると思いますし、あとは、ね、デイビッドがじゃあ走る、まあ、1時間の映像だけを YouTube のパッケージにして、皆さんは家でローラー台の上、もしくは走る人でもトレードミルの上でもいいですけど、その映像を見ながら走るとかね、うん、皆さんに本当にね来てもらって、皆さんのイベント参加のアシスト、スポナビアシストをしたいんですが、もうできないので、もう今我々ができることが何かというと、そういったハワイファンのためにハワイらしい美しい映像を撮って、それをまあ、日本のご自宅とか、ジムとか、あのいろんなところでですね、まあ、ハワイを思いながら、思い出しながらイメージをして、まあトレーニングをするとか、あの走るとかというネタに映像を使っていただけるように、あのしようかな、うん、じゃあ僕は自転車で走りますんで、デイビッドモペット号でもう撮ってきます。いい映像をね、はい、もう作ることをコミットします。コミットしますはい、ということで、ちょっとセンチュリーライドは残念ながら中止になってしまいましたが、皆さんが、まあ、ハワイに来れなくても日本で楽しめる妄想ハワイのサイクリング映像をお届けしますので、
ちょっとスケジュールは今コミットしたばかりなのでお伝えできませんが、この後のニュースウェブサイトでチェックイットアウト、よろしくお願いします。センチュリーライドの次に期待しているイベント、11月15日に延期が決まっています、ホノルルトライアスロンの状況ですけれども、これもですね、もう毎週州政府、それから、ホノルル市公園局となどとですね、話をしています。解除のこうラインはですね、100名以上の、イベントができないという制限なんですけれども、もうソーシャルディスタンシングイベントにしますと。例えば、チップスタートといって、スタートのマットをあのビーチに置いて、もう5人ずつ3秒間隔でスタートするような、必ず6フィート開けて、接近しない、スタート前も集まらない、広いウェイティングエリアを、距離を取って作って、そこからゆっくりと、3秒ごとに5人10人ずつとスタートしていく方法でどうだろうということで、今当局とお話をしていまして、あのそのやり方であれば、可能なんじゃないかというところまで来ております。あのトランジションエリアも密にならないように間隔を置いて、終わった後もその11月の時点にもよりますけど、なかなか人が集まらないように、あのすぐに人が分散できるような、終わり方ができるように今、説得をしております。あの基本的にやる方向で動いておりますので、これは逆に言うと地元のアスリート、今ほとんどのランニング、トライアスロン、レースが全部中止になってますので、もう復活第1弾になるように我々も頑張っておりますので、皆さん楽しみにしておいてください。さあ、皆さんが多分一番気になっているのは12月13日開催のホノルルマラソンではないかと思いますが、デビッド、どうですか状況は。この大会もですね、マラソン協会が州や市と、まあ、協力して、まあ、開催に向けてやってほしいね。本当にこれもうホノルルトライアスロンとホノルルマラソン、これは本当に開催してほしいですね。あの多分ホノルルマラソンの一番の多分壁はやっぱりマラソンになると、もう2万人3万人をどうソーシャルディスタンシングするかということで、いろいろ策を考えているみたいです。なのでこれは我々も祈るのみ、なんとか、開催をして、まあ、ホノルルトライアスロンが、ね、あのさっき1番目と言いましたけれども、まあ、大きさではやっぱりホノルルマラソンがもう最大のイベントなのであるということを信じて、まずはこう皆さんの健康を第一に、まあ、無理のない範囲で、設定をしてですね、練習励んでいただければと思います。ちょっとハワイもしばらく苦しい状況が続いてるんですけども、早く皆さんとハワイでお会いできることを楽しみにしております。それでは皆さん、またお会いしましょう。アロハアロハ。